はい、皆さんこんにちは、東京美容医科のアソトルです。バイオリニストの志村久一です。はい、バイオリン教室の時間がやってまいりました。久しぶりです。今日はですね、フォルタメントと、まあ、グリスタンドのお話を聞きたいなと、うんうん、そうですね、フォルタメント、グリスタンド、まあ、スライドするとかね、うん、音と音をこうつなげるあの奏法なんですけど、まあ、ほぼ一緒と思ってもらっていいですね。でも、まあ、イタリア語があの基本になっていて、フォルタメントはもともとは声を運ぶみたいな意味があって、グリスタンドはまあ滑る、まあ、ちょっと機器が違うんだけど、まあ、ほとんど同じものとして考えていい、うん。クラシックの先生、うん、あんまりグリスタンド使ったらダメとか言いますよね。そうなんですよね。だからこれもいろんなビブラートの話の時もしたんですけど、結局は、自然にやりましょう、ここで何度も言って自然にやりましょうとか、うん、例えば言い方変えるといい趣味で弾きましょうということがありますよね、うんうん、で考え方なんですけど、じゃあ自然に弾くって非常に難しいじゃないですか。よくあのリハーサル中でも自然に弾きましょうよっていう話になるので、どういうで、あの体のね、あの僕の本でも何度も書いてるんですけども、自然にやろうっていうのはね、実はそう簡単ではないんですよね。我々文明社会に生きてると、やっぱり体の動きっていうのは全然自然には実はなってなくて、自然に動くためには、あのクリエイティブでなきゃいけないってことを本に書いたんですけどね、うん、そうだから、じゃあ自然にやろうって時に、じゃあそのままその人の思った通りやれば自然になるかっていうと、なかなかそれは難しくて、やっぱりリズムのこととか、準備、開放、弾みなんて話もしましたけど、そういうものをちょっと頭を使ってクリエイティブ、創造的に勉強しないとなかなか自然に弾けない。まあそれは分かるんです。で、じゃあ自然に弾けないならそれを学べばいいと僕は思うんですよ。そうやってクリエイティブに、でそのキーとなるものがリズム、だから細かくリズムを実は勉強するべきなんだと思います。で、じゃあ自然に、でも意外と僕は先生たちは怠惰だなと思うんですけど、僕も含めてですね、趣味を歩く弾いてる子を見るじゃないですか、うん、そしたら、うん、まあちょっと趣味悪いからとりあえず趣味それやめなさいって言うんですよ、うん、趣味で歩くやるぐらいならやめろっていうのがずっと伝統で続いてきて、スライドするのは技術の欠陥ってことになっちゃったっていう、うん、本当はやり方がある。昔の人はもっと自然に動くって言ってる。だから僕たちは自然を学び直すっていう過程で、いいビブラートとかいいポルタメントとかを僕は学び直すべきだと思ってます、うん、なるほど。でもだから全てはあの一つのものなんで、ビブラート、シフト、ポルタメント、指のこの弾み、準備、開放弾み、これ全部一つ動きなんですね。自然を学ぶってことが結局すべての周りのテクニックを学ぶってことになるんですよ。なるほど。はい、このチャンネルがいいねと思ったら、いいねと、このチャンネル登録の方もお願いします。